そうなんですさんあれですかあそのなんかねまあ入院することによってまあまあそれこそ僕なんかもそうですけど毎日ね仕事に追われてるじゃないですか朝早く起きないとゃいけないと多分ねもう4時とか5時に起きていくわけでしょそれがある日ぱったり変わるわけじゃないですか。 そっとも自分が出てない目覚めしを見なくちゃいけないとかってなんで俺ここにいるんだろうとかって言うと人生観とかものの考え方とかってのは変わってくるもんなんですか人生観が変わるのものもとにかく何とかここを抜け出さなきゃいけないという、うん、そういう気持ちですよね、うん、そんなにすごい仕事をやってきたとは思わないんだけどやっぱり俺の仕事は、うん、あこのテレビの向こう側でやる仕事だと、うんうん、でや やっぱりそこに戻りたいっていう気持ちは強いですよね。ああいいですね。あとそれでそれをやりながらゴルフをする。それしかないですよ。そうですね。ゴルフ大好きですけどね。ゴルフ。下手なんだけど好きなんですよ。そうです。同じです。さあ続いて。さあ続いて三鷹市の香里さん、二十九歳。今だから言えるアナウンサーの仕事で大失敗したことありますか。意外にねこの失敗はよく聞かれるんですけどないんですよ。ないです。 最初の野球の放送で、うん、高松市,市民球場っていうところであった、うん、第一声「マッピルマン、うん、こんばんは」うん、って言ったお昼にでもそのぐらいそのぐらいかなすごいな長いキャリアの中で、ね、甲子園で「じゃあこのイニングの合間でニュースに入ります」って言われてニュースに入ったと思って隣のスコアラーに「おちょっとタバコいくくれよ」 <laughs> って言ったのがまだ絞られてなくてそのまま入っちゃったんだそのくらいですかねで、えー、もこの長いキャリアの中で大、うん、塚さんちょっと時間がなくなってしまったんでですね、はい、ラジオを聞いている皆さんに大塚さんからメッセージちょっとお願いします、うん、あのーうん、本当にもう一度やはりテレビの仕事ラジオの仕事をしっかりやりたくて、うんうん 頑張ってきたというようよよなな感じなんですよね、うん、それほど自分がその厳しい状況に置かれて頑張ってきたという感じはないんですけれども、うん、まあただ寝てブブ待ってたという感じなんですが <laughs> で、ねうん、ぜひ今いい調子なんで、うん、これをこのまま持続して、うんえー、やっていきたいと思います、はい、あのー、いろんな病気をされている方もこのラジオを聴きの中にいらっしゃると思いますんで本当に諦めずに、うん 自分を信じて、それからお医者さんを信じて、やってくださったらいいなと思いますね明るい笑い声、うん、そして優しい声が聞けてうれしいという声も、ねうん、がうたくさん届いてますので、復帰を楽しみにしております。はい